皆さんこんにちは、堀井方ファミ会の大塚理子です。本日はこのチャンネルではかなり珍しいと言いますか、あまりご紹介してこなかった花材、こちらの蘭類。いやー、すでにもうこれだけでも綺麗ですね。この蘭のお花を使って初心者でも簡単綺麗に生けられる2つのポイントをご紹介していければと思っております。それでは本日の花材がこちら。はい、ということで改めまして本日の花材、こちらの蘭類で、皆さん蘭というとどんなお花思い浮かべますかね。一言で蘭類といっても、胡蝶蘭、デンファレ、オンシジウム、あとパッと思いつく限りでもバンダ、カトレア、パフィオ、あとは時期的にお正月とかでもよく生けられるシンビジウム、春蘭やケイランなんかも蘭の仲間に入ってますね。そんなね、いろんな綺麗な蘭が存在するんですけど、今日はこちらのデンファレと、後でご紹介するこちらのシンビジウム、この2種類の蘭を使っていこうかなと。で、今蘭の種類思いつく限りざっと挙げてみたんですけど、大きく2種類に大別されてるみたいでして、胡蝶蘭やこちらのデンファレ、オンシジウム、バンダやシンビジウムなどの割とこういった華やかなお花は洋蘭、そして春蘭や鶏蘭など日本または中国を原産とする種類、こちらは東洋蘭として2種類に大別されてるんですって。これね、あくまで私のイメージなんですけども、洋蘭の場合は胡蝶蘭やバンダなど割と一輪が大きくて華やかと言いますか、それに対して春蘭など東洋蘭の方はまあ華奢というか勝者と言いますか、なんだかね、わびた華やかさを感じます。この辺り赤道とか近くで育つ蘭はやっぱあったかいからか花が大きくなって、まあ日本や中国など涼しい地域はそんなに一輪一輪が大きくならない、そんな気候なんかも影響してるんじゃないかなと思うんですけども、まあ何はともあれ蘭というのは本当にいろんな種類がありまして、またどれも華やかでとっても綺麗な花材になります。じゃあ今日いけるこちらのデンファレという蘭、どんなお花というところで皆さんにご紹介していきますと、実は皆さんにとってもとっても馴染みのあるお花でして、一度はどこかで見たことあるんじゃないかなと。まず一つ目が、その華やかな花種からブライダルの装飾花としてよく用いられる花材になります。高砂とかテーブルフラワーっていうんですかね、ちょっと結婚したことないんでよくわからないんですけど。そして2つ目、お葬式葬儀の公家として、菊の花がもともと高貴な花として飾られるように、こちらのデンファレもまた亡き人を偲びご冥福をお祈りするとともに、個人の気持ちをね、少しでも軽くしてくれるような、そんなお花として用いられることがあります。そして3つ目がエディブルフラワーとして、英語で書くとこのように表記するんですけど、いわゆる食用花ですね。特に中華料理とかで用いられることがあるみたいなんですけども、お刺身の付け合わせにこのデンファレのお花をポンと一輪添えたりもしていました。カクテルとかにも載っていますね。まあそんなね、毒性がなく美しいお花、エディブルフラワーとしてこのデンファレはよく用いられます。ただ観賞用のものとして花屋で売られているものはもしかしたら農薬が使われているかもしれないので、食用で使うのは良しといた方がいいんじゃないかなと。そして最後4つ目、こちらも皆さん見かけたことあるんじゃないかなと思うんですけど、ハワイの伝統的な花飾り、レイの材料としても有名なお花になります。よく頭の上とか首からかけてる花飾り、皆さん見かけませんか？あれですね。まあ実際私もハワイに行ったことがないので思い浮かぶのはハワイアンズですけどね。まあそんなところで、このデンファレという蘭、皆さんにとっても割と馴染みのあるお花なんじゃないかなと。最後にもう一つ魅力をお伝えしておくと、蘭って割と1本の値段が高いんですけど、このデンファレは他の蘭と比べたらかなり安価なんですよね。まあ値段をぶっちゃけてしまうと、今回これ1本250円で買ってきたんですけど、こちらのオンシジウムはなんと1本900円。まあサイズとか花の付きによっても値段って全然変動してくるんですけど、胡蝶蘭に至っては鉢では何千円から何万とかしますからね。そういった蘭類と比べるとこちらのデンファレすごく安価でして、結構スーパーの前で売られてる花でも見かけるので、ぜひ今回の動画を参考に生けてみてください。続いてこちらがオンシジウム。今ご紹介したデンファレや胡蝶蘭と比べると、一輪一輪は小さいんですけど、一本から鮮やかな黄色い花をたくさんつけまして、蘭特有の花の姿をしています。このフォルムがまたね、蝶のようなクラゲのようなすごく可愛らしい花種をしています。でオンシジウムというとこの黄色が一般的なんですけど、最近ですと品種改良によってピンクや白、オレンジも出てきています。あとはもっと細かいものとかもありますね。先ほどね、お値段ぶっちゃけてしまってなかなか手につけづらいお花ではあるんですけど、これ一本ですごく華やかになりますし、これから綺麗に飾るテクニック皆さんにご紹介していきたいと思いますので、こちらも見かけた際はぜひ生けて飾ってみてください。オンシジウム入ってるとパーッと部屋が明るくなるので。そして最後にこちらが、このチャンネルではおなじみのドラセナゴッドセフィアーナ。
まあドラサナ類は洋バラと大変相性がいいので、ユリとかバラとか、もちろん今回いけるラン類、そういった洋バラにドラサナ類取り合わせると間違いないと思うので、こちらもぜひ参考にしてみてください。ということで今日はこちらの3種類を使ってお花を生けていきたいと思います。そして本日の器が、こちらもこのチャンネルではおなじみのセリアで買ってきたガラスの花入れ。このように綺麗な洋花に対しては味わいのある陶器とかよりもシンプルなガラスの花入れの方が合うんじゃないかなと思って取り合わせてみました。また今日は初心者でも簡単綺麗にというところで、誰にでも手に入るような100均のガラスの器、こちらで生けていきたいと思います。よし、それでは実際に生けていきたいと思います。まずはこちらのデンファレを生けていく。で、今日の動画は初心者の方に向けてというところで、皆さんこういったお花買った際はどうやって生けられてますかね。私がよく見かけるのはこんな感じで花瓶に生けられてると。で、お花というのはもうそれだけで美しいので全然これで問題なく綺麗に飾れるんですけど、2つのポイントでより簡単綺麗にというところで皆さんにご紹介していければと思っております。ということで早速1つ目のポイント、まずは長短や角度を意識する。今ご覧いただいているこちらのお花、茎が器の底まで全部ついてしまっているんですけど、これ茎を全部そこまでつけてしまうことで生けるお花というのは角度が必然的に決まってきてしまいます。2本とも口元からこういう角度で入っていますよね。これが割と初心者の方でよく見られるパターンなんですけど、これをですね、角度を意識して茎の部分下までつけるのではなく、この辺まで上げてきてしまうんですね。こうするといかがでしょうか。先ほどまで茎が下についていたことで、このぐらい起き上がってたものがぐーっと茎を上げていくことでお花が横に開いていくと、こうやって開いていくことでまず角度に変化をつけることができます。そしてもう一つのメリットとして、2本ともそこにつけてしまうと2本の線が例えばこのように行けた時にかぶってしまいますが、1本を今のようにこんな感じで寝かしていけることでもう1本の線とかぶらないように行けることができると。こういった部分を私たちは空間や間合いって呼んでいるんですけど、花同士がこのように密着しないように倒すことで空間間合いを開けて、その空間に別の花材を生けることでこの2本が生きてくると。そしてもともと2本同じ長さだったものがぐっと寝かすことで長さにも長短変化が生まれます。これが1つ目のポイント、角度や長さを意識するになります。ということでまずはこれを意識して2本生けていきましょうか。そしてお花を生ける際は必ず植物一本一本の表情、花のつき方とか茎の曲がり方とか、そのあたりをしっかりと見て生けていってくださいね。例えば一見この2本同じように見えますけど、まず花のつき方、このデンファレ例えばこちらの向きでいけるとお花が正面を向いてくれるのでしっかりとこの鮮やかな紫色が生えてくれます。しかしこちらの方向でいけてしまうと花が後ろを向いてしまうと。実はこのデンファレもそうなので近くで見ていただきたいんですけど、こっちだとお花が正面を向いてくれるのに対してこっち向きだとお花がそっぽを向いてしまう。このあたり全部裏側が見えてますよね。ですので今回この2本に関してはこっちでいけるのが正解なんじゃないかなと。またもう一つこの2本で大きな特徴の違いがありまして、それが茎の曲がりですね。こちら側はスラッと伸びてるのに対してこちらはぐっと深く曲がっている。ではこの2本を先ほどのようにいけるとどういう違いが生まれるか。実はさっきいけた方が悪い例と言いますか、あんまよろしくなかった例なんですけど、まずスラッとしてるものをぐっと倒して、もともと深く曲がってるものを奥まで刺すと、もともとのこの茎が曲がっているため一番深くまで刺してもこのぐらいしか空間が開かないんですね。なぜなら茎がぐーっと曲がっていてこちらのデンファレにくっついてきてしまっているから。これ逆のパターンで見ていただくと一発なんですけど、次に茎の曲がってる部分を左にスッと流してスラッと伸びてる部分をそこまでつけるとどうなるか。このぐらい空間が開くんですね。元からの曲がりを生かして1本目はぐーっと横におおらかに、そして2本目はスラッとした茎を生かしてそこから生けることで上にこのように伸びやかに立ち上がると。これだけでもね、植物一本一本の表情どれだけ大切かというのが皆さんに伝わったんじゃないかなと。よし、では生けていきます。1本目は横にスラッと、もう1本は立ち上がるようにそこまでつけて生けていく。これでたった2本だけでも1つのポイントでより綺麗に入ったんじゃないかなと。そしたら次に2つ目のポイント、主役と脇役を意識する。ということで次にこちらのドラセナゴットセフィアナを生けていく。おお、これもなかなか癖がありますね。下の部分は割と茎がすっきりしているのに対してこちらはかなりぐっと曲がっている。
で、こういった花材を生ける際に長さを変えずにこんな感じで生けられているお花というのを結構見受けられるんですけど、こちらも同様ですね。曲がってるとしてもあんま長さを変えずにこんな感じで入ってると、あ、まあこれはこれで悪くないな。今何が起こったかというと、こちらのゴッドの曲がりがこっちのデンファレの曲がりとあってすごく横におおらかな作品になってるんですよね。ですのでこういった場合は中心のこの強い線を少しこんな感じで押さえてあげることで、より横に広がりのあるおおらかな作品になります。で、今回こっちの方がいいかもな。2つ目のポイントなんですけども、主役と脇役を意識するというところで生けていくと、今回このデンファレを主役とした場合、脇役であるこういった葉物は短く押さえてあげることで、この主役の線がぐーっと伸びやかに生きてきます。ちょっと1本入れてみますか。さっきの選択肢も残しておきたいので、こちらを短く生けていく。こんな感じ。もう一本今落とした下の部分も切り口をちゃんと整えてあげるとこんな感じで使えるので、これも足していきたいと思います。主役であるデンファレより長さを抑えて短めに生けていくと、こんな感じかな。このように主役と脇役を明確にすることで、主役の伸びやかさがぐっと生きてくると。で、こういったラン類を生ける際のもう一つのポイント、おまけとして、一輪一輪がやはり大きいので、しっかり空間を取ったとしても花同士が密着してボテボテっと見えてしまうんですね。ですのでその際は躊躇なく花を落として少し整理していくと、より軽やかな線といいますか、このような空間が生きてきます。この部分も一輪ぐらい取りましょうか。この子がいらないかな。うん、これでだいぶ線見えてきましたね。で、今落としたこちらのお花に関してはこのまま捨ててしまうのはもったいないので、こういったガラスのお皿に水を引いてですね、で、先ほどの花をポンと浮かべてあげると、これだけでしばらく楽しめますので、こんな感じで食卓とかに飾ると華やかになるんじゃないかなと。まあね、そんなところで今回の2つのポイント、1つ目が角度や長短を意識する、そして2つ目が主役と脇役を明確にする。これだけでガラッと印象の変わるプロのようなお花が生けられるので、ぜひ参考にしてみてください。今日はちょっと説明が長くなってしまったので、これさっきご覧いただいたようにいろんなパターンが可能でして、例えばゴッドを横にスッと開くことで左右におおらかな作品にしたり、もっと華やかにしたいという場合は2つ目のポイントに従って、こちらのオンシジウムをぐっと高めに生けることで、今生けられているデンファレアゴッドを脇役に、そしてこのオンシジウムを主役により華やかに生ける、そんな見せ方もありなんじゃないかなと。ということで、この後何作かご覧いただければと思うんですけども、これで今回のテーマでした。こちらのデンファレア、あとはおまけでオンシジウムといったラン類を用いて2つのポイントで初心者でも簡単綺麗に生けれるお花が生き上がりました。皆さんは1から3番どの作品がお好きだったでしょうか。よろしければ下のコメント欄からコメントいただけますと嬉しいです。本日の動画が面白かった、ためになったという方はチャンネル登録や高評価をポチッとよろしくお願いいたします。それでは本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。